にちは、まゆかです。私は普段ロリータモデルと美容の看護師さんとして活動しています。今日はピンクキャットメイクをしていきたいなと思います。それではスタート。まずはじめにカラーコンタクトをご紹介していきます。私が今つけているのはフランミーさんのメープルシフォンというカラーになります。結構直径が 14.5 って大きめなんですけども、周りがちょっと黒くなっているので小動物っぽく見えるようなカラーコンタクトになります。スキンケアから行っていきます。エチュードハウスのグローンオンハイドラベースを最初に塗っていきます。こちらはキラキラが入っていて、見た目もすごい可愛いんですけども、すごいしっとり、塗るとしっとりキラッとするので、最初にお肌を整えるのに使っています。次に下地です。セザンヌの UV ウルトラフィットベース N01 番くすみ肌向けを塗っていきます。こちらは私は結構顔がくすみがちなので、こちらを塗ることによってお肌を均一に整えるという意味で塗っています。あとやっぱ青いベースなのでお肌に透明感が出るのでお気に入りで使っています。次にファンデーションです。ケイトのシークレットスキンメーカーゼロ00番を使っています。こちらは一番明るいお色になります。お肌が白く見せた方がちょっとお人形さんっぽいのと、今日のお洋服にすごい合ってるかなと思いこちらを使いました。でこちらはワンプッシュとちょっとだけ気持ち重ねるような感じで、本当に少ない量をのせていくんですけども、しっかりカバー力があるのに少ない量で綺麗にお肌を見せてくれるので、こちらはお気に入りで使っています。ロリータメイクではお肌がちょっとこう厚くなりすぎちゃうとちょっと人間っぽさが出てしまうので、ドールっぽさをしっかり出したいなという時にこちらすごいおすすめです。薄付きですごい陶器肌のように見せてくれます。次にコンシーラーです。ザセムのコンシーラーデュオを使っていきます。こちらはツーウェイになっているんですけども、私は主にリキッドタイプの方を使っています。目のクマのところはもちろんなんですけども、自分のちょっと気になるくすんでいるところだったり、ちょっとニキビの跡だったりを隠してのせていきます。で私は眉毛の上にのせて、細く長い平行な眉毛がお人形さんっぽいなと思い、そちらを作るために眉毛の上にも欠かさずのせています。次にパウダーをのせていきます。タイムシークレットミネラルプレストパウダーライトオークルをのせていきます。こちらは UV 効果がすごい優れているのと、薄付きなのにすごいつるんと陶器肌のようなお肌を仕上げてくれるので、こちらはいつも好んで使っています。こちらはですね、鏡もついているの でしかもとてもちっちゃいので、カバン一つに入れていくとちょっとお化粧が崩れちゃったかなっていう時にパパパッと簡単に直せるので、すごいおすすめです。やっぱりこれからの季節たくさん汗をかいちゃうかなと思うんですけども、やっぱり汗をかいてしまうとお化粧崩れた時にちょっとドール感が薄れてしまうと思うので、こちらこまめに塗るようにしています。次にアイブロウになります。サナエクセルパウダー&ペンシルアイブロウ EX、 私は PD07 番を使っています。でこちらはすごいパウダーとペンシルが2つセットになっているプラスで、こちらにブラシがついているので、1つで簡単に可愛い眉毛が作れるのですごいおすすめです。で塗り方のコツはやっぱりあんまり塗りすぎず細く平行な眉毛を作っていくので、最初に形をこうかたどるだけっていう感じで、色をたくさんのせるというよりも形をかたどるっていうのを意識して塗っていただくととてもいいと思います。では眉マスカラに行きます。こちらはキスミヘビーローテーションカラーリングアイブロウ、私は06番ピンクブラウンを使っています。で今日のお洋服がやっぱりピンクなので、眉毛もちょっとピンクブラウンに染めてみました。次にアイシャドウになります。キャンメイクアイニュアンスアイシャドウを使っていきます。32番になります。まずはじめに薄ピンクから使っていきます。こちらをアイフォール全体にファーッとのせていきます。
今日のお洋服がやっぱりピンク色なのと、ちょっと猫ちゃんっぽさを出したいなっていう時にお色を強く出したいってなって、こちらを選択させていただきました。こちら本当にプチプラなんですけども、すごく発色がいいのでお気に入りで使っています。涙袋の方にもちょっと重ねて乗せていきます。次に上に行きまして、こっちの濃いピンク色を最初涙袋の方から塗っていきます。涙袋の方で左右のちょっとバランスを見てから、少し目尻の方にかけて3分の1に軽くファファファと乗せていきます。で、両目乗せた後にバランス見て指で整えたりして、全体的なお色のバランスを見ます。最後締めの色でこちらブラウンを乗せていきます。こちらの目尻の下の方に乗せてから、また上の目尻の方にもくの字になるようにブラウンを乗せていきます。次にキャンメイクジュエリーシャドウベール01番を乗せていきます。こちらは粒の大きさが2種類あるんですけども、私はこちら左側の大きい粒の方を指で取って、黒目の上にポンポンとちょっと軽く乗せるような感じでキラキラっと目の方につけてみました。次にキャンメイククリーミータッチライナー02番を使っていきます。こちらは目の粘膜に塗っていきます。こちら塗ってあげることですごい目に目力が出て猫ちゃんっぽくなるので、こちらおすすめです。で、塗り加減がすごい本当にとろけるようなチョコレートみたいな塗り加減なので、すごい塗りやすくておすすめです。次に目尻の方だけケイトスーパーシャープライナー EXBR2 番ビターブラウンをのせていきます。で、目尻の方にこうピョンと猫ちゃんのようなラインをちょっと出したかったので、こちらすごい細くて細かい線が描けるので、こちらすごいおすすめです。次にビューラーになります。私は資生堂さんのビューラーを使っています。まつげを上げるポイントなんですけども、私は根元の方からググッと上げていくのがすごい好きなので、まず根元の方にしっかりグッとキャッチして、一回軽く下にこう下げるような感じで持ち上げると結構ガッと上がるので、そこからクックックッと少しずつ上の方に持ち上げていくとビュンとしたまつげが仕上がるので、ぜひぜひ試してみてください。次にマスカラです。エチュードハウスのカールフィックスを使っていきます。こちらお色がちょっとローズっぽいピンク色になっているんですけども、今日のお洋服に合わせてこちらをチョイスしてみました。こちらのマスカラのポイントは、もう上げたまつげを下げないカープキープ力がすごい優れていて、ちょっと汗をかいちゃったりだとか目こすったりしても取れないので、パンダ目にならなくて、もうずっと理想的なまつげをキープしてくれるので、お人形っぽさをキープするにはこちらすごいおすすめです。再びまたこのビューラーで最後根元の方だけグッと上げるんですけど、なぜこれをやるかと言いますと、こちらのマスカラ少し乾くと、もう一回持ち上げることでさらにグッと持ち上げることができるんですね。なので少し乾いたなーっていう時に最後根元だけグッとやります。根元だけ上げるとさらにギュッとまつげが上がるので、ぜひぜひ試してみてください。次にエチュードハウスティアアイライナーを塗っていきます。こちらはホワイトのお色になります。こちらの目頭の方から少しだけ3分の1黒目の方にちょっとかかるぐらいにのせていくと、ちょっと目にキラキラっと光が入りやすくなって、すごい可愛いお目目になるので、こちらはずっとどのメイクでも必ずのせています。次にキングダムのジェルアイライナー PB 版をのせていきます。こちらは目尻の方と目頭の方にだけのせていくんですけど、これをのせることによって、逆にさっきは粘膜を上の方は消したんですけど、下は粘膜をちょっと出す、目を少し大きく見せるという意味でこちら使ってます。あと全体的な今日のメイクのバランス的にもこちらはすごいいいなって思って使いました。
次にチークになります。キャンメイクパウダーチークス PW28 番を乗せていきます。こちらはもうすごいお色が本当に好みのお色で、ロリータメイクにはこの何とも言えないピンクなんだけどちょっと赤っぽいっていう、じわっと内側からこう血色感が出るようなこのチークに一目惚れをして、こちらは本当に大好きで使っています。でチークの乗り方のポイントとしては、結構横長に大きく広く乗せていきます。でどっちかっていうとちょっと濃いめに乗せていくのが私は好きです。チークを塗る際に私は大きめのブラシを使っています。付属のチークのブラシでもいいんですけども、大きめの方が全体的に可愛くふわっと広がるほっぺたを作ることができるので、こちらおすすめです。次にハイライトです。キャンメイクグローフルールハイライター01番を使っていきます。こちらはハイライトなんですけども、くどくないハイライトで、すごい上品にツヤっと立体感を見せてくれるので、すごい愛用しています。まずはじめに鼻の頭からグッと乗せて、ここの頭のてっぺんを結構重ねて乗せていきます。鼻を高く出した方がちょっと可愛いかなと思って、こちらいつも意識して乗せています。あとはこちらの目の内側からほっぺた外側にこう U の字を描くようにスッと両方乗せていきます。こうすることによって動くとすごいツヤツヤとして、さらに陶器っぽさができるので、こちらすごいおすすめです。あとはここの顎の方にもちょっと乗せます。隠れてしまうんですけども、おでこの上の方にもちょっと乗せてます。風が少しこうファってなった時もツヤっと見せたいので、ここはちょっと見えないけど乗せていきます。最後にシェーディングをしていきます。セザンヌフェイスコントロールカラー4番マットブラウンのお色を使っていきます。塗り方のポイントとしては、ここの骨を削るような感じで塗っていきます。で最初ちょっと線のように塗ってから、手で外から内にこうやってぼかしていくと自然にぼけるので、すごいいつもそうやっています。で両方やってから、最後にちょっと顎の方も削るイメージで乗せてから、こう手で内から外、外から内、外から内といって完成させていきます。最後はリップです。エチュードハウスディアダーリンオイルティント8番を使っていきます。こちらのピンクはすごいパキッとした、結構強めなピンクなんですけども、やっぱティントなので、どんなにお水を飲んだりご飯を食べたりしてもあんまりお色が落ちないので、いつも好んで使っています。やっぱりリップのお色が落ちてしまうと、それだけで可愛さが一気に落ちてしまうので、なるべくティントタイプで色が落ちないリップをおすすめしています。では最後に目につけたキラキラのシールのご説明をします。こちらはすごい、私は中国さんのロリータモデルさんをすごい参考にさせていただいてまして、目の下に、目の周りだったりにキラキラをのせるのがすごい流行、流行っているようなので、私もチャレンジしてみようと思い、こちらは天下のアマゾンさんで購入しました。5枚ぐらい入って1000円もしないぐらいだったので、すごいお得だと思います。こちらシールタイプになっているので、わざわざ接着剤とかも購入しないで使えるので、すごい簡単に誰でも使っていいただけるかなと思います。今日はブライトララさんのウィッグテールを使ってツインテールにしてみました。私はもともと髪の毛がすごい少なくて、あんまりこうボリュームを出したりアレンジをしたりできるような髪の毛ではないので、よくこうウィッグに頼って、こちらドールっぽさを出しています。今日はツインテールにしているんですけども、こちらを三つ編みに編み込んで三つ編みのツインテールにしたりだとか、あとはこれをそのままお団子にして、お団子、大きなお団子のツインのお団子をしたりだとか、あとはショートのウィッグをかぶって、今日のお洋服は結構ショートも似合うと思うので、ショートのウィッグとかも
使ったり、そうやってちょっとイメージを変えて楽しんでます。今日のお洋服はワンダーベルトさんで購入したものになります。でブランドは中国のブランドになるんですけども、ウィットハウスというブランドになります。頭物、ブラウス、ジャンパースカートはすべてウィットハウスのものになります。私は普段アマロリをよく着ていて、でこのウィットハウスさんは初めてお迎えしたブランドなんですけども、すごい甘くて結構攻めたデザインが多いなっていう印象で、このエアのお洋服を見た瞬間に、あ、もう絶対お迎えしようって思ったお洋服になります。着るだけで一気にめちゃめちゃ猫ちゃんになって可愛いので、アマロリが好きな方は他にもそういった結構強めの甘い感じが多いので、ウィットハウスチェックしてみてください。ピンクキャットメイク完成しました。今日のメイクのポイントはやっぱり猫ちゃんなので、目尻をグイッと持ち上げて跳ね上げたところと、あとはリップ、チーク、アイシャドウ全部ピンクにして、結構お色も強めなものにしてみました。で髪型はやっぱり猫耳に合わせて、もうめちゃめちゃ絶対王道的に可愛いツインテールで仕上げてみました。このメイクは結構プチプラなコスメをたくさん使っていったので、メイク初めて、ロリータメイク初めてするよっていう方にもすごいおすすめになります。で少しずつそのこのシールとかも貼るだけで本当に目を引くようになるので、やっぱり初心者の方にはぜひぜひこのシールお迎えしていただきたいです。で私はこの格好で森の住人になりたくて、茨城県にあるシルバニアパークに遊びに行きました。外観にもすごいマッチしているのと、あとは子供たちにもすごい大人気で、たくさんたくさん楽しいひとときを過ごすことができました。皆さんもぜひシルバニアパーク遊びに行ってみてください。ここで皆様に一つお知らせがあります。6月23日日曜日夜18時から21時に私の眉かわいいお茶会を開催いたします。イエーイ。こちらのお茶会はアイシングクッキー作りのお茶会になっています。皆様でカフェの方と可愛いアイシングクッキー作りをして、可愛いクリームソーダを一緒に楽しむというイベントになっているので、ぜひぜひ遊びに来てください。その他にも Twitter、Instagram、YouTube、中国の Weibo、中国の TikTok やっています。私の詳しいロリータ情報はこちらの SNS にたくさん載せているので、ぜひぜひチェックしてみてください。かわいいパティンではさまざまなかわいいメイク動画がたくさん載っているので、ぜひぜひチェックしてみてください。それではまゆかでした。バイバーイ。